思いっきり泣く。でちなみにさやちゃん聞きたいです。私、うん、好きで付き合ってくださいまで言われた回数をどうぞ。こんにちは、ハピメンチャンネルのさやです。今日はまたまたインスタのストーリーの方で私が気になる質問をちょっと皆さんにねしてみて、その答えをいただいたので、ちょっとその答えをね今日は見ていこうかなと思います。そしてね、私の経験も話していきたいと思います。まず1個目は彼氏彼女の条件はということでですね、早速この回答を見ていきたいと思います。まあ私がねもし彼氏を作るならの条件なんですけど、まあ結構なんだろうな、結構条件は多いんですけど、大雑把に言うとまずまあやっぱ優しい人がいいね。中身の問題ではないんですけど、やっぱ自分よりね背の高い人がいいじゃん。まあやっぱ理想高い人がいいかなって感じのと、あともう一つ入れたいのは服のセンス。え、これ結構大事だと思ってる。なんかさ、いくらさ優しくて面白い人でもさ、なんかめっちゃボロボロなさお古いみたいな服着てさ、すごいダサい格好でデートしても嫌じゃん。やっぱさちょっとさ服のセンスは求めたいかなっては思ってる。顔がイケメンでも、顔がイケメン、なおさら顔がイケメンでも性格が良くてもなおさらちょっと服のセンスが欲しい。でもさそれは変えられるじゃん、外見は。いやまあね、例えばすごいダサい洋服でデートに来ても、うん、あ、じゃあ私が洋服選んであげるよっていうさ、自分が好きなさ、ね、洋服を着てもらえるじゃん。まあまあまあ、だからそれは別にいいかな。うん、まあ、あとは普通にね私を大事にしてくれる人がいいかなって感じなんですけど、そんな運命の相手はまだ見つからないようです。寂しいね本当に。まあ、ということでですね、じゃあ早速皆さんの回答を見ていきたいと思います。まず礼儀正しい人、やっぱりこれいいね、うん、ちょっとやっぱ礼儀正しい、ね、挨拶とかね、ああいい、ね、いただきますごちそうさま言えない人やだ、うんうんうん、あとさ、みんなさ好きなタイプ誰とか言うじゃん、うん、なんかなんだろう、面白い人がタイプなんだよねみたいな言うじゃん、うん、私考えてみたけどそういうのがあんまなくて、多分好きになった人がタイプっていうタイプっていうのかな、うん、だと思ってて最近は、うん、だからそんな、でもさクラスにはさやっぱさおふざける男子がいてさ、うん、やっぱ優しい男子も一部いるわけじゃん。いる。でもさそれでもさときめかないじゃん。ときめかない。そうだから優しいとか面白いだけじゃなくて、やっぱ自分がね、やっぱいくら優しくて面白くても自分が好きだなって思った人が好きなタイプなんだなって思ったね。確かにそこ大事だね。キュンポイントだね。ママはタイプなんだった？顔が濃い人で優しい。やさおね、やさお大事、やっぱ優しいって結構さ大事だよね。うん、では読んでいきます。一緒にいて楽しい人、顔がタイプの人、料理ができる人、ペットが好きな人、 あとイケメン、暴力をしない人、清潔な人とかは結構多いですね。すごいね、料理ができる人って、結構良くない？でもさ理想高すぎない？まあね、うん、でなんかこの中でも一番多かったのが一緒に行って楽しい人っていうのが本当に結構多くて、やっぱでも大事だよねそこは。あ、ね、太ってない人ってある？じゃあ自分も太っていけないんだ。体型、なるほどね。あ、私のことをしっかりと考えてくれる人、うん、信用できる人、うん、うーん、あと可愛いとか好きっていうのを適度に言ってくれる人、あー大事、それ大事だよね。結構なんか自分のさ今日の服可愛いねとかさ、うん、適度に言ってほしい。あ、それはそう、いいねという感じですね。まとめるとそんな感じです。でもさ1個出てないの言っていい？うん、嘘をつかない人って大事じゃない？あー大事、結構大事。なんかさだって付き合った時にさ、うん、今日何してたってさ聞いてさ、うん、男女仲良くみんなで遊んでたのに、うん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 、なんか男友達と遊んでたみたいな、あー嫌だな。てて後でバレるとなんでって喧嘩になるんですか？だったらなんか最初からちゃんと言ってほしいし、うんうん、嘘つかない人、嘘つかない大事だと思う。それを自分もやっぱ守ってる人、まあそうだね、相手に求める分自分もそうだよね、うん、そこ大事だよ。そうだね。では次の質問いきます。皆さんのストレス発散方法、じゃあちょっと何個か読んでいきますね、はい。自分の部屋で叫ぶ、歌う、熱唱する、物に当たる、寝る、フルーツ、あフルーツを食べるとかいろいろありますね。あと推しを見ること、うん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 、結構ね叫ぶとか歌うとかっていうのがすごく多かったです。カラオケ行くのかな、寝る、叫ぶ、歌うが一番多かったです。へえ、あゆのストレス発散方法は、あ、そうそうそう、私のストレス発散方法は自分のさストレスこれが一番発散できるっていうのがないんだよね。うんうんうん。でもまあ何個かあるとすれば、まあ、やっぱ寝る
とあと本読む、あと音楽聴いたりとかアニメ見たりとかするとちょっとやらかく、確かにストレス発散は大事だよね。大事大事、溜め込んじゃいけないね。ぬいぐるみを投げる、グミ食べる、あ、カバの、うん、食べること、うん、人形を叩く結構みんなちょっと物に当たる系が、そうだね、多いみたいで、ね、あとね、親に言うもあるよ。あやっぱ、ね、私も結構愚痴ってるよね。そうだね、さゆ、うん、は学校から帰ってきて、あの、マシンガントークですね。本当だよね、思ったこと、考えたこと、なんか嫌だったこと、え、でもそれでも半分くらいしか愚痴ってない。帰ってきてそのままキッチンに来て、私ずっと喋ってくれんなまあ、まず手洗おうよ。そうで、ママにずっと手洗いな、手洗いな、ちょっと待ってこれだけっつってめっちゃ話すんですけど、まあそれ大事だね。あとは思いっきり泣く、あーいいね、いらないカビを、カンカン、カビを破くとか、鉛筆を折るとかもあるよ。あとピアノを弾く、え、すごい、なんかおしゃれ。でも弾く曲によるね魔王とかだったらやばいねあとでもね、結構ね、お母さんに愚痴を聞いてもらうとかもあったな。あ、すごい、プロがいる、バッティング、体育の達人、あいい、物理的なね、うん、すごいね。あと体を動かすとか、そうだね、外に出て何かするっていうのも大事かも、うん、もうちょっと買い物しちゃうとか、うん、好きなお菓子買っちゃうとか、うん、あでもあるかもしんない。嫌なことあったらさ、本結構爆売れしちゃいました。あいいね。で、我に帰った時に、あ、使っちゃったテストの最低点数は、おえ、これは私、じゃあママよね、うん、ママの最低点数は確かに26点違う、あじゃあ何よ。では皆さんも見ていきたいと思います。理科で1点、逆に1点取れたのがすごい。いや逆にね、逆にね40点、1点、0、すごい、逆に50点満点中2点、16点、25、うん、28、63、21、23、結構、でもそれもあれかな、うん、その種類によるよね。そうだね、大きい中間テストとか期末テストとかのテストなのか、小テストなのか、うんうん、もしかしたら小学生がインスタやってる子がいるかもしれなくて、その点数かもしれないけど、ね、あとね、一番すごいのがね、76点って人がいた頭すごい、頭良すぎだよ。それで最低なんだ。まあ皆さんそこそこすごい点数でしたね。じゃあ次の質問いきます。最後は、今まで告白された人数は、おこれ結構気になるところ、うん、うんうん、では、じゃあちなみにさゆちゃん聞きたいです。私、うん、好きで付き合ってくださいまで言われた回数をどうぞ。ゼロ。付き合ってくださいなんて言われるわけないでしょえ、一番、ちなみに私が一番言われたいのは、まあ絶対無理だけど屋上で付き合ってくださいって言われたよね。でも今屋上閉まってるよね。閉まってる、閉まってるし、ね、あさ、しかもさ、付き合ってくださいはこうがいいね。え、手出してほしいの、フルクサイ、まあいいんじゃない。でも絶対に嫌な告白は LINE。 LINE 嫌だね、うん、LINE で好きは一番嫌だ。されたことないけど、されたことない。やっぱ直接会わないとさ、うん、もしかしたらなんかの罰ゲームでさ、いやいや、でも直接でも罰ゲームもいけない。そうなの、うん、じゃあそこの見極めが難しいよね。そうだね、まあ、周りに人の気配がいるからみたいな、うん、そうでも普通に本当に付き合ってください、付き合ってほしいですみたいな、あちゃんと言われたい、言われたいよね、言われたよね、言われたことある、好きです、パパ以外で、あるよ。うわ、高校の時にあの下駄箱にちゃんとラブレター昭和、すごい昭和昭和を感じた。初めてだったよ、でも下駄箱には、え、ドキドキした。え、それ人違いなんじゃない。うん、ちゃんと入ってた。でもその時はもう彼氏がいたから、他の高校に断った。断りましたよ私ももしかしたら高校でね、帰る時に、ね、開けたらね、もしかしたらラブレターが入ってるかもしれないことを願って、はい、頑張りたいと思います。頑張ってください。あ、でもみんな結構ね、ゼロが多い。ゼロ多いよ。え、仲間にいっぱいいるすごい、5人、おおすごい、4人、お1人、お、あいいね、現実味があるよ。10人、すごい、24人、めちゃめちゃモテるじゃん。モテすぎやろ。29、ね、なんでそうないの。すごい、え、告白する側でした。ああいいね、そうだね、ちゃんと気持ちを伝えるんだね。悲しいことに0人、
サイも一緒です。私もです。まあ、でもこれに関してはゼロが本当に多かったです。高校行ったらさ、結構なんだろう、好きなことできるから、そう、まあね、本当に言い訳かもしれないけど、高校から本当高校デビューって大事だと思うから、うん、まあ頑張りたいと思います。ということで、楽しんでください。はい、楽しみます。ということで、今回も質問に答えてくださった方、本当にありがとうございました。ありがとうございます。またまたね、まあ、不定期かもしれないんですけど、質問しようと思うので、皆さんその時は答えてくれると嬉しいです。ぜひインスタグラムの方もフォローお願いします。そしてこちらのハピマインチャンネルのチャンネル登録の方も、まだチャンネル登録してない方、ぜひぜひよろしくお願いします。 TikTok、Instagram、LINE ルームの方もやっているので、ぜひ皆さんそちらの方もフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。